近代レバノンの歴史。近代レバノンの歴史では、現在、レバノンと呼ばれている地域のオスマン帝国の統治下に入った時代から、1918年にフランスの移民統治下に入った時代までの約400年間について病室する。エジプト及び歴史的シリアを中心に反映したマムルーク朝は、オスマン帝国との交渉に敗れ、王朝は1517年に滅亡した。 近代のレバノンの歴史は直接的にオスマン帝国の聖水と大きく関わってくる。地理的な要因、宗派間の対立もあり、レバノンはヨーロッパ列強の介入を大きく受けることになる。セリム一世によるマムルーク朝の滅亡によって、現在のレバノンは帝国の領土に組み込まれ、オスマン帝国のシリア州の一部となったが、トリポリなどの地中海沿岸部と、 レバノン山無役周辺などの内部では大きく、社会環境が異なっていた。エジプトと異なり、シリアではマムルークの勢力がほぼ一掃されたこともあって、沿岸部では大規模な測量が行われ、帝国の中心地であるアナトリア半島やバルカン半島と同様にティマール製、イッパーヒーと呼ばれる騎士に徴税権を与え、代価として有事の際の軍役を義務付けた制度が施行された。 こうして沿岸部はオスマン帝国のシリア州総督による直接的支配のもとに置かれた。一方、山岳レバノンと呼ばれたレバノン山脈周辺の地域ではキリスト教、イスラーム双方の様々な少数宗派がそれぞれ独自の生活を送っていた。このような複雑な社会環境もあって山岳レバノンではティマール制は施行されず、 従来通りのミルレト制度に基づく統治が行われた。各宗派は、自らの信仰、文化、社会的自治が認められていた。従って、現代に至る、地域的独自性、社会的独自性がレバノンにおいて維持されることとなった。納税の義務を果たせば、オスマン帝国は、それぞれの集団の内政に干渉することはなかった。そのため、 山岳レバノンに居住するマロン教徒やドゥリューズは、密テト制度の下で、独自の発展を遂げることとなった。特に、東方カトリック教会に属するマロン教徒は、宗教的親和性があることをもって、西欧諸国との関係を広げることに成功した。このことが、レバノンが他のアラブ地域に先駆けて近代化することを可能とした。1566年のスレーマン一世の死亡後、 オスマン帝国は前世紀を終え、緩やかな衰退へと進んでいった。帝国は文献化の方向へ進み、各地で中央の権威に挑戦する地方有力者が登場し始める。このような地方有力者の誕生の背景には、ティマール製の崩壊とそれに代わる徴税請負の導入があり、徴税請負に,に富と権力が集中する構造のもとで、 朝税請負い人が有力者へと転身していくことにな。山岳レバノンでも、常実のような展開とは少し異なりつつも、他地域における朝税請負いの展開と関連した、形で有力者が登場してくることになる。ティマール制が施行されなかった、山岳レバノンにおいては、従来から各ミレトのリーダーが税を取りまとめて、中央に奉納するという方法が取られていたが、 帝国全土で徴税受け負いが展開されていく中で、中央政府は各民レトのリーダーが持つ徴税者としての立場を再認識することとなった。こうして、各民レトのリーダーは、中央からは実質的な徴税受け負い人として認識されるようになり、またリーダーの側でも、中央から認められた徴税者であるという立場を利用して、密手都内での自らの地位を強化していくことになった。 こうして、山岳レバノンに登場した有力者たちは、他地域の有力者同様にやがて中央権力からの自立を施行していき、中には山岳レバノンにとどまらず、周辺地域に支配を広げようとする者も登場するようになった。このような有力者の一族は、代々地域社会に対して様々な影響力を行使、したが、このような家系の中で特に知られているのが、マーケット支ー部家である。 レバノンにおいては、1120年に、十字軍の攻撃に対して防衛するために、レバノンに入ったマーン家のファハルア・ディーン2世が、帝国への挑戦を行った。ファハルは、オスマン帝国に年貢を納めつつ、南レバノンとシドンを収めた、ドゥルーズの指導者であり、ベドウィンによる略奪を防ぎ、攻撃の進行にあたっていた。しかし、南レバノンとシドンにとどまらず、ベイルートを、 自らの参加に収め、かつ、各地の要塞を集築していたことで、帝国の不況を買う形となり、帝国の軍事的構成を受け、1613年、イタリアへ逃亡した。また、ファハル参加の軍隊は、各地でオスマン帝国への抵抗を続けた。1618年、イタリアから帰国したファハルは、イタリアで学んだ知識を活用した。協力で、 なおかつ規律の取れた軍隊を組織することを認識していたし、また、自らの財産によって正規軍の創設に踏み切った。1623年には、ファハルの軍隊は、美化渓谷のアンジャールにおいて、オスマン帝国軍13万2000人を破った。そのことにより、翌年、アレッポからエルサレムに至るアラビスタン地方の支配が正式に帝国から認められることとなる。 その後、ファハルは、北レバノンの悪化、ジュベールなど、山岳レバノンを統一するとともに、レバノン海岸部のトリポリまでを支配下に入れたが、このような勢力の拡大が、中央政府との衝突を再び生み、息子と共に、イスタンブールに連行された後、1635年に処刑された。これらの功績より、現代レバノンにおいて、ファハルは、独立の父として教育されている。 マーン家の統治の後を襲ったのがシハーブ家である。その中でも最も著名なのがバシール・シハーブ二世1788年から1840年である。シハーブ家はもともとはヒジャーズに起源を持つスンナ派のムスリムであったとされるがバシールの代までには全て改修してマロン教徒となっていた。しかしバシール自身は 個人の信仰を表に出すことはなかったとされる。1799年、ナポレオンが悪化に信仰すると、エジプトシリア戦役を参照。バシールはナポレオンと悪化を統治していた、ジャッツアール・パシャの双方から協力を求められたが、どちらにも組みせず、中立を保った。悪化の攻略に失敗したナポレオンは、エジプトへ移動することとなった。バシールは、その後、 支配領域の拡大を目指して、周辺の有力者との抗争を続けることになる。ジニは、抗争に敗れてエジプトなどに逃れることもあったが、徐々に力を蓄え、また、超勢力の地位をめぐって、シハーブ家の競争相手を投獄したり、盲目にしたり、殺害することによって、自らの地位を固めつつ、1830年には、ディンニエとアッカを除くレバノン全域を、 バシールは支配することとなる。オーストリア帝国のメッテルニヒは山岳レバノンをシリアの別個の国家として認識していたが、この時期にバシールが統治していた領域が現代のレバノンの原型と言える。だが、シハーブ家の統治はエジプトからの潮流を受けて、やがて終焉を迎えることになる。同時期のエジプトで、 周総督のムハンマド・アリーによる近代化改革とオスマン帝国への挑戦が始まったらである。近代化されたエジプトは第一次エジプトトルコ戦争での勝利の結果、シリアの支配権を獲得する。シリアはムハンマド・アリーの息子であるイブラーヒーム・パシャが統治することなり、バシールはエジプトの同盟者として引き続きレバノンを支配することになった。バシールはかつて エジプトに逃れていた際に、ムハンマド・アリーと信仰を結んでいたこともあって、イブラーヒーム・パシャへの協力を惜しまなかった。例えば、イブラーヒーム・パシャはシリアにおいて、養蚕を奨励し、クアの作付け面積を拡大する政策を取ったが、同盟者であったバシール・シハーブ二世の支配地域でも、同様の政策が取られた。このようなエジプトとの協調体制は、後に、 山岳レバノンにおいて絹産業が発展する素地を作るなど一定の成果を収めた。しかし、エジプトの同盟者という立場はレバノン主長国に終わりをもたらした。エジプトがイギリスとの戦争に負けたためである。バシールはイギリスの軍艦でマルタへの亡命を余儀なくされ、レバノン主長国は滅亡した。ファハルト・バシールは現代に大きな遺産を残していることでも著名である。 ファハルは、ガツの修道院という名前のデール・エルカマールを自らの拠点とした。ドゥルーズの居住地である、主婦産地のほぼ中央に位置し、ここの宮殿には、老人形博物館が現在ある。また、バシールは、このデール・エルカマールから車で10分ほどの距離に、ベート・エティーン宮殿を建設した。ここは、現在では、中東有数の文化活動の中心である。マンケ。 シハーブ家は、北レバノンに居住していたマロン教徒が、山岳レバノンへ移住することを奨励した。この中から、経済的な成功者も現れたが、このことで、二つの経済的、社会的不安定がもたらされることとなった。一つは、マロン教徒内部での社会的不安定をもたらしたことで、ある。もう一つが、相対的に貧しい生活を送っていた、ドゥルーズの市町村。 地主が土地を担保に、マロン教徒の富裕層あるいは、金貸しから多額の借金を負うようになった。1840年代初頭には、ロシアが東方正教会の神道を、フランス・オーストリアが、マロン教徒及びギリシャカトリックの両派、イギリスがドゥルーズを公然と擁護する構図が出来上がり、政治介入は日常的なものとなった。帝国政府は、 キリスト教徒地区の分裂を助け、また、その時々で、支持する相手を変えるといった具合であった。1842年には、山岳レバノンを二つに分割し、北部にマロン教徒の大観を、南部にドゥルーズの大観を置いて統治する、行政改革が列強の指示のもとで行われたが、なおも、社会不安は続いた。このような状況下で、1860年6月、 エール・エル・カマールの虐殺が起きた。1858年に始まったマロン教、と農民層による武装放棄と彼らの行動を危惧した、ドゥルーズのリスト教徒殺害の帰結の事件である。この事件は、結果的に1万千人のキリスト教徒が殺される、惨事となったが、この事件により、欧州の世論は即時介入に踏み切ろうとしたが、オスマン帝国政府は、介入の口実を与えなかった。 しかし、ナポレオン三世が1848年に実権を握っていたフランスはこれ以後、レバントへの関心を高めていくこととなった。1861年6月、イスタンブールで組織規約、レバノン統治組織基本法が署名された。この組織規約は、山岳レバノンを六国、イギリス、ロシア、オーストリア、フランス、プロイセン、 オスマン帝国1867年にはイタリアも署名し七国の保障のもとに自治権を持つ特別地域とするなど十七条からなっていた。この組織規約に基づき山岳レバノンに山岳レバノン直轄権が成立した。オスマン帝国において県は州の界に位置する行政単位であったが山岳レバノン直轄権はどの州にも属さない。 政直轄の県とされ、オスマン国籍を持つキリスト教徒で、かつさんがクレーバノン出身ではないムタサリフ、県庁、総督が支配することとなった。政府直轄の県とはいえ、実際には、総督の任命に、組織規約調印国の承認が必要になるなど、自治、独立性の高い行政組織となった。一方、ベールート、トリポリ、シドンなどの沿岸部やベッカー高原などは、 山岳レバノン直轄県には含まれず、引き続き、シリア州の一部として、オスマン帝国の直接統治下に置かれた。初代の総督として、アルメニアカトリックを信仰するダウドエフェンデが、フランスの推薦で任命された。ダウドは、レバノンに、効率的な官僚組織をもたらすと同時に、ベートエティーに、政府の印刷書を作り、レバノン最初の官報を発行させた。 ダウドの改革は、周波間の衝突を急速に沈静化させることには、成功したが、それは、山岳レバノンの北部をマロン教徒、南部をドゥルーズの勢力圏とすることで、対立の構図を固定化する形での解決でもあった。その意味では、この、組織規約における改革は、マロン教徒が政治的な優位を占めたという相違点はあるものの、1842年の、 行政改革の方向性を引き継いだものであると言える。また、文化的革醒とフランスの支援を受けて発展した、絹産業を中心に、レバノンは、経済的繁栄を遂げた。加えて、総特性は、産学レバノンの自治を保障するものであり、キリスト教徒の利益にかなっていたが、この政治的経験は、主張国時代には保有していた、ベッカー高原、ベイルート、トリポリ、 シドンの回復を主張するようになっていく。この大レバノン主義は、キリスト教という意であった状態が、将来的には覆る結果となる。これら四地域を平等にした場合、人口構成が著しく変化し、ムスリムが多数派になる。このことが国家としてのレバノンが政治的脆弱性を内包することになった。オスマン帝国の直接統治下に置かれていたベイルートでは、 当時レバノンで盛んに活動していたプロテスタントの宣教団ベイルートアメリカン大学の前身を解説したことでも知られるなどの接触に影響を受けて文化的なアラブナショナリズムの功用が見られるようになりアラビア語による辞書や百科辞典の編纂で知られるブトルス・ブスターニーのようなキリスト教徒のアラブ知識人による盛んな文化活動が行われるようになった オスマン帝国の直接統治下の他民族、他宗教の混交状態の中で、宗派対立と諸外国の介入に直面していた、キリスト教徒のアラブ知識人にとって、宗派対立を超越、収束するための解決策が求められていた。この結果、ブスターニーは言語に民族の中体を見出し、自らがアラビア語を話すアラブという点において、ムスリムのアラブと何だ変わるところがない以上、 アラブであると規定するのは宗教ではなく言語であるという考えを持つに至った。このような文化的なショナリズムも始まりは外国の宣教団に影響を受けたキリスト教徒のみによる運動であった。しかし、ブスターニーラは1857年に全宗派を対象としたシリア学術協会、科学会を設立し、徐々にではあるが、ムスリム知識人の間にも理解者を増やしていった。 ただし、シリア学術協会という名前が示すように、レバノンが主な活動地域であったとはいえ、彼らの問題意識が歴史的シリア全体に向かっていたことには留意する必要がある。文化的なショナリズムはやがて政治的な主張へと移り、キリスト教徒を中心にオスマン帝国からの独立を主張する勢力が登場するようになった。一方で、長年自治の恩恵によくしていた。 サンガクレバノンでさえ、1908年の青年トルコ人革命への際には再開されたオスマン帝国議会への参加を求める声がドゥルーズを中心に上がるなど、サンガクレバノン自家権は組織規約の存在を理由にオスマン帝国憲法が適用されず、1877年に開会した帝国議会にも参加していなかった。1908年の場合も最終的に 山岳レバノンは帝国議会への不参加を決めた20世紀初頭の段階では帝国内に止まることへの指示も未だ根強いものがあった。しかし、中央集権体制による国家の再建を目指す青年トルコ人革命後のオスマン政府は独立の主張はもちろん比較的穏健な自治の要求に対しても強い警戒を示し、また山岳レバノンに対しても影響力の回復を 考えるようになった。様々な妥協が試みられたものの、拭いがたい、相互不信は、最終的に、第一次世界大戦中の1915年に、統一と進歩委員会の首脳の位置であった、ジェマルパシャが行った、ベイルートにおけるアラブ知識人の処刑と、残ったアラブ知識人のアラブの反乱への支持というところにまで行き着く。こうして、レバノンにおけるオスマン帝国の統治は、 末期的な状況に陥り、1918年を迎えることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。